今回はキャッツアイ狭山にて制作しました FMA マシンを走行させてみたいと思います。
はい、ということで FMA マシンを走行させてみましたがいかがだったでしょうか。立体コースを走らせるとなると一般的にはバンパーをいなく改造するわけですが、今回はあえてイゲタというバンパー強度を上げる改造をしてみたところ、意外とうまく走れたもんだな。それと今回ブレーキセッティングというのをミニ四駆キャッチャーで作ってみたわけですが、これもまたスロープの進入の時にキャッチャーが程よくしなくてうまく減速できたんじゃないかと思います。フェース引っかかりに関してもうまく対策ができますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。